はい、行きましょう。6月4日土曜日です。鉢植えのミカサノです。はい、わしのだ。愛知県中村さんのハイドランジアハワイアンブルーじゃん。俺この品種好きなんよ。好きですね。好きなんよ。よう買ってるわ。うん、2ケース買ってもうた。あ、でも今からね、アジサイの季節なんでね。はい、なんかね、花屋さんでもなんかこう母の日終わったアジサイ終わりみたいな、なんかそういう、その辺で咲き出すからね。そう、すごいそんな感じするけど、今からです。福島県小川さん、アスリウムバンビーノレッド、じゃん。バンビーノ、おお、めっちゃ花つきめっちゃいい。花つきがいいのね。そう、だから俺この品種が、次買おう。もうね、夏の暑さでもまあ部屋の中でね、ずっと夏は飾れます。はい、花植物ね、花色がないのでアンスリウムいいですよ。はい、徳島県坂本さんの、今度はアンスリウムのスイートドリーム、じゃん。ドリーム、お、これもめっちゃ花つき、そう、なんか状態すごい良くなってきましたね。本当やね。ね、うん、なんか母の日とかに出てた時よりも花つきがいい気がする。選別して買っております。そうですね、めっちゃ綺麗。はい、はい、愛知県、涼花山内さん、アイドランジャーパリジェンヌ、じゃん。パリパリ、おお、これはね、あの緑がかったやついいよね。苗やね。苗、ないです。ない、こんな感じ。一個がこんな感じ。うん、もうめっちゃコンパクトでいいね。この間置いたら一日で結構行ったから。よしよし、綺麗。はい、愛知県近藤さんのアイビスカス今後、じゃん。じゃん、これちょっと少林系やけど、でも綺麗。そう、アレンジハイビ、室内 OK って、インドアハイビスカスみたいな感じ。タグがちゃんと室内 OK ってなってる。本当や、室内で OK って結構ハイビスカス日光いるんですよね。そう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 、ねえ、すごい。はい、はい、愛知県の、なんて読むの、これね、あれや、虫たが、いや、なんかね、読み方って、前あのアジサイさん、青空さんが教えてくれたんや。また教えて、教えてください。唐辛子、クバーナ、五色唐辛子、はい、じゃん。おお、西多田さんかなと思ったら西中やったような。まあ、なの、わからん。はい、まあでも五色唐辛子、はい、どんどん色変わってきます。はい、はい、これはね、私も前回買ってる。はい、はい、好きやな、これ。愛知県、好きやな、これは宮さん、宮さん、園芸さん、のボタン、シコンのボタンね、じゃん。好きですね。おお、おばあちゃん、おばあちゃん、うちもおばあちゃん多いはずなんだけどね。うちあんまり売れない。カリブラ行こうか。はい、埼玉県の、新田園芸さん、ペチュニアカリブラ校はグレープアイスミックス、はい、じゃん。白紫、めっちゃ綺麗。涼しそうでいいんちゃう。これすごいね、ボリューミー。はい、はい、こんな感じ。すごい、これどんどん、ね、今年でも俺あんまこの5個入り買わへんよね。おお、今日でも結構行きましたね。今日は、うん、さっさ、はい、ね、いやー、これほんとね、夏中ずーっと咲いてくれるので、そうやね、埼玉県、これも一緒やね。うん、新田園芸さんの、今度はベリーミックス、ベリーミックス、あ、これ綺麗、これかわいい、これいいね、こんな色3色ぐらい混ざってるね。おお、かわいい、釣り鉢やからね、これいいですね。あー、またどこからともなくいい匂いがする。ああ、今日また買ってるでしょ。買ってます。埼玉県のこれも一緒ですね。今度は八重、八重のミックス、赤紫。おー、本当やね。八重咲きや。めっちゃ綺麗。ボリューミー。結構いい。すごい。これはね、太陽がたくさんいります。太陽当てないとね、花芽がつきにくいです。愛知県中村さんのハイドランジアテーブル天使、あ、じゃん。おお、コンパクトで可愛い。ちょっとコンパクトやね。うん、でも可愛い。花めっちゃついてる。ついてるね。すごい。ゴリゴリに。やっぱりアジサイは今の時期が一番綺麗ですね。そうやね。うん。あ、これまた買ってる。愛知県のマルシュ園芸さん、フォトスツリー、じゃん。
じゃん。おこれもボリュームあるからね。白鉢や。そう。レンガ調。レンガ調の白鉢。あれはおしゃれや。はい。うちに今あるのと一緒や。はい。茨城県花風園さん、コレオプシスソラうん？ソランナじゃん。はい。かわいい。これ買ったことないんちゃうかな。私そうやんね。あんまり買わへん。ヒデンス毎年行けるんじゃん。え？ヒデンスとはなんか別。ヒデンス？うん。ちょっと違うよね。あ、違う。うん。綺麗。でも花芽めっちゃ上がってる。うん。お買い得や。夏中咲きますか？刺さったと思う。はい。今から咲く。綺麗。はい。はい。ね、長野県飯島さん。カクテルマン。おお。スプレーに行くの。カクテルマンやって。ね、もう。うん。出てました。もうって、まあ。今から秋までずっと出るよね。そうね。そうですよね。そうそうそう。じゃあ、キクに困ったら、ああ上当たってるよ。当たってない。大丈夫。はい。茨城県のセントラルフラワーのマリーゴールド。じゃん。はい、ビタミンビタミン。これは何？混ぜ植え？おお。混ぜ植え。すごくボリューム。1個でこれ。寄せ植え。すごい。アリウマキっていうのかな。めちゃボリューム。そう。すごい。まあ売りやすいと思う。売りやすいと。からの。パッパ。はい。長野県のファーム平林さんのマリゴールドホットパック。じゃん。じゃん。じゃんじゃん。これね。うん。おっと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 。一個で。こんな感じ。少林のホットパックで、ね、2.5 寸かな。 2.5 やけどこんなついてる。おい、 2.5 でも作りが良かったらいいよね。ねえ、少林やけどかわいい。はい、反対。はい、虫が飛んでる。はい、ああここね、愛知県の金市さん、ハイビスカス今後じゃん。まだ全然つぼみ。まだ咲いてません。ちょっと固めやね。まだラベルで判断してください。いろんな色入ってる。そうそうそう。いいよね。いいですね。はい、ラグーナ、これは違うね。はい。はい。今度は中村さんのハイドランジャーラグーン。今回中村さんで結構揃えた。ほんまですね。うん。綺麗な色。一発目から飛ばしていったわ。これ綺麗。愛知県の荒木さんのアイドランジャーパリ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 綺麗。あ、もうスタンダードな。スカッとした色だね。スタンダードな紫陽花が多いですね。これちょっとおすすめ。はい、今日は 2個いってますね。口なし、うん、埼玉県の塚越さんの口なし、沼田口なし、じゃん。このつぼみ感わかりますか。これはいいね。伝わる、わかるかな、このつぼみ。むっちゃついてる。ついてるね、うん、いっぱいついてる。アブラムシが寄ってくる。アリンコも寄ってくる。アリンコも寄ってくる。何でも寄ってくる。匂いがいいから蜂も寄ってくる。はい、はい、埼玉県の今度は鈴木さんの口なし、じゃん。おお、これちょっと咲いてるバージョン、うん、ボサバージョン。めちゃくちゃいい匂いする。あー、いい匂い。この匂いの香水欲しいわ。そうやね、めちゃくちゃいい匂い。うん、癒される。はい、またまた。はい、今度はまた中村さん、愛知県、また違う中村さんやね。アイドランジア、ひな祭り、ルー。あ、この色が好きなんですよ。ピンクよりの紫。この色が好きな。そう、ピンクよりの紫。あ、ピンクよりの紫。そうそうそう。まだ次聞くわ。わからん、わからんって言うから。ブルー寄りとかピンク寄りとか言うから。女心と一緒や。女心、またそれはちょっと違うけど。はい、愛知県の岡田さん、エドランジア、シュロスバカーバルト。はい、めっちゃ難しい名前だね、これ。これすごい、口緑。めっちゃ綺麗ね。秋色みたいな。めっちゃ変わってる。お花みたい、お花みたい、お花やけど。すごい。この額の部分が花びらみたい。うん、花びらみたい、まあ花びらみたいけど。額だ。綺麗、うん。変わってる。で、ね、
アジサイ多いな。この前だからずっとアジサイ買ってますね。愛知県岡田さんの、ハイドランジアディープパープル。じゃん。おお、ディープパープルのちっちゃい方です。ちっちゃい方。へえ。でも一個一個ちゃんとタグついてる。あれはね、秋色になっていくやつです。グリーンに、どんどんグリーンになっていくやつで、最後ドライフラワーにもなる品種ですね。はい。じゃん、愛知県中村さん、アイドランジャー、またビーフパープル。これでかいバージョン。はい、今度は大きいバージョン。大きいバージョンです。はい。すごいね、人気のカラーです。はい。はい。愛知県、かわいグリーン、スパッティフィラム、ショパン。じゃん。ショパン。あ、結構締まってる。うん。すごい、いい感じ。ショパン。しげ。そうやね。夏はね、うん、スパッティね、結構ね、涼しげで売れますよ。毎年咲きます。はい、はい、埼玉県の新田園芸さん、カランコエのんご、じゃん、ひとえ。あ、でもつぼみ感あっていいじゃん。そう、なんか2、3色埋まってる。めっちゃ早い、一瞬でハゲてった、はい、シャーってハゲてった、はい、はい、埼玉県吉田園芸さん、ハーブアンゲルニアセレニータ、じゃん、ゲロニーヤ。おー、ちゃんとデカタグちゃんとついてる、超デカタグ。へー、はい、結構伸びてないからいいですね。取りやすい。はい。取り行こうか。はい。はい。和歌山県西崎さん、にじんちさお。これはなんて読むやつか。海星瓶か、うん。じゃん。はい。はい。これは横に貼っていくタイプ。そう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 。です。ハンギング今いいよ。上にあまり伸びないタイプですね。そう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 。はい、まあ、ちょっとは伸びると思うけど。はい。はい、これ過去さんじゃないの。はい、愛知県のまひろ農園さん、スローン、やん、やん、へー、初めてですか。初めてかな。でも綺麗、うん、まあまあ、おまあまあ綺麗綺麗、しまってるんちゃう。はい、いいと思います。いいと思います。あ、ヘデラのそんなん買ったんですか。そう、へえ、変わってる。カラバ、愛知県青木さん、ヘデラリング、黄色も赤も変わってる。でリングがあのちょっとでかい。本当ですね。ファシーがあのぶら下げとったのこれ。違う、これじゃない。私が今日買ってる。ああ、アーチの、アーチの方。はい、はい、兵庫県の新道園芸さん、クフェヤ、クフェヤ、花柳、クフェヤ。これも毎年咲きますよね。毎年いける。これって低木になるんですか。低木ね、低木ですよね、うん、毎年咲きます。はい、はい、鳥取県のリトルガーデンペチュニア今後、これ良かった。これいいね。これは私も買ったけど、めちゃくちゃ良かった。うん、これはほんまに、これはおすすめ、うん、もう今日のおすすめやね。一押し商品。はい、こんなもんかな。はい、以上。はい、はい、さっき一番に生産者の人を取ったよね、競り中に。なんかもうあの絶対に僕生産者ですみたいな、あのそんな感じの人がおって、あ、生産者の人やなと思っとって。私も事前に情報あったんで、うん、あ、絶対そうやな、うん、で、鉢植え集めるときにその人おったから、あの、生産者の人ですよねって一応声かけた。そしたら、あ、私こういうものですって言って名刺もらって、あ、ごめん、俺今名刺持ってないわと思って名刺持ってなかった。あ、え、あの、花屋ちゃんの、あ、後で渡しちゃって、うん、そう、どこに行ってはったんですか、集めてるところで。あ、そう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 。で、あの、会えたら渡しとけ。はい、なんか YouTube やってるんですって言ったら、なんていうチャンネルですかって言うから、ちゃんと花屋チャンネルですって言ったんですね。ああ、言ったんですね。そう、そしたらメモっといて、そしたらてっちゃんが来て、え、メモることある？俺と喋ってることでめっちゃメモ取るやんとか言って、そんなメモ取らんでもぐらいの勢いでめっちゃメモ取っとったから。じゃあいいですね。うん、チラシ渡さんかと。いやいや、渡しちゃって花屋チャンネル売り込まんで、一応言ったよ、切り花の生産者はちょっとつながりあったりするけど、鉢植えの生産者の人ってね、実は全然つながりないんですよっていう話して、そしたら、あ、そうなんですねみたいな、あのインスタとかの発信多いじゃないですかみたいなことを言ったら、ここで発信するやん、インスタやったら。そしたら、インスタはね、あの、僕たちも今からやろうと思うんですって言うから、とりあえず、いや、インスタはもういいね、
YouTube で発信したらいいねん、これからはね YouTube の時代やからって一応言っといた。そしたら、あ、そうなんですかって言っとったけど、いやー、やるかどうかわからんけど、まあ、もしやってくれたらね、鉢植えの生産者の YouTube チャンネルが一つでも増えると羽根さんは情報もらえるからね。はい、はい、埼玉県やったかなの生産者の北でした、はい、うん、埼玉は多いって言うからね。そうですね、うん、まずは埼玉県からすごいですね。ほんまや ね、 ね、まあ、コロナがねちょっとずつ緩和されていって、ちょっとなんか来てもいいよ的な感じになりつつあるんじゃないかな。そうですね、うん、まあ、これからねいろんな生産者の人が市場に来たりするときに、まあ、こっちから率先してね声かけて YouTube やってますとかね、そんな取り組みをやっていこうと思います。はい、はい、じゃあマネージャー最後にどうぞ。キノピーも来てや。ああ、キノピーね。そう、うん、もうそろそろいいんじゃないかな。待ってんで。まあ忙しい、見てるかな。忙しいみたいけど最近全然見れてない。 LINE しとこう。そうやね、見ろよって羽根チャンネル見ろよって言ったって言うと、うん、はい、はい、ということで終わります。以上です。